そしたらここから四つん這いになっていきますので、ちょっとマットの前の方で四つん這いになっていきましょう。床暖つけてるだけでもかなり暑いですね。で、手は肩幅ぐらいに開いてあげて、もうちょっとだけ締めますね。足は腰幅程度に開いていきます。ダメだね、じゃあ開けとこっか。よいしょ。で、皆さんにもお伝えした、手のひら大きく広げたら人差し指が正面向くように手を大きく開いてみましょう。で、肩も上がりやすいので肩甲骨ごとぐーっと肩下げて首を長く伸ばしていきますね。そしたら頭のてっぺんをマットの方に見せたら首の後ろ側を脱力させていきます。で、吸う息が来たら背中を反らしていき、胸とお顔を正面の方向に向けていきます。そして吐く息が来たら今度は背中を丸めていき、少し手でマットを押しながら目線をおへその方向です。繰り返します。吸う息が来たら背中を反らしていき、耳と肩を離していきましょう。で、丸めるときはお腹少し引き入れて肩甲骨を一番高く持ち上げます。ご自身の呼吸のペースで繰り返しますね。一呼吸一動作で動いていきます。ご自身の呼吸の長さに動きを合わせていきましょう。で、最初にやった骨盤の前傾後傾、このキャット&カウの動きでも骨盤の前傾後傾が入っていますので、骨盤を動かしながらですね、背骨を反らしたり丸めたりしていきます。丸めるときはお尻の穴が下の方向を向くように、ちょっとお尻をしまい込むようなイメージです。で、反らしていくときはお尻の穴が後ろの窓の方向ですね、ぐーっと開いて開いて開いてあげます。これも背骨を刺激していくポーズ。あとは体の前面と背面整えていきます。じゃあラスト、一往復反らしていき丸めましょう。で、吐き終えた方から背中をまっすぐにして最初のところに戻していきますね。ニュートラルな状態です。で、同じリズムで呼吸繰り返しましょう。そしたら右の足を後ろの方向にズルズルズルっと下げて、膝の裏側をしっかりとぐーっと伸ばしてあげましょう。で、かかとぐーっと押し出します。そしたら足をゆっくりと持ち上げていきますね。ではつま先も後ろの方向です。足の甲をぐーっと伸ばしていき、骨盤があんまぐっと開かない程度で右の足を遠く遠く伸ばしながら持ち上げてみましょう。この時にお腹に力を入れてしまうと腰にロックがかかってしまうので、お腹もしっかりと伸ばしながら伸ばしながら右足を持ち上げていきます。で、次吐く息が来たら背中を丸めてお顔と膝を近づけていきましょう。太ももとお腹近づけます。で、また吸う息が来たら遠く遠く伸ばしながら右足持ち上げていきましょう。で、吐きながらまたぎゅーっとお腹を引き入れて、そう、お顔を近づけていきましょう。繰り返しますね。ご自身の呼吸のペースでいいです。吸って伸ばします。で、吐いて顎も引いてあげてくださいね。ぐーっと引いていきます。そうです、そうです、そうです、そうです。あと2回繰り返しましょう。吸って伸ばします。吐いて丸めます。ラスト1回です。吸って伸ばします。ナイスです。吐いて丸めます。そしたらもう一回右の足をぐーっと持ち上げて、今度膝曲げましょう。この膝を外の方向に向けていきます。で、吐く息が来たらこの膝をご自身の腕の方向にぐーっと引き寄せます。そうです、そうです。吸ってまた下通って持ち上げましょう。鼠径部から持ち上げて吐きながら腕の方向、つけなくてもいいので近づけるようにしてみてください。吸って持ち上げます。吐いて、
じゃあ、あと2回繰り返しましょう。吸ってアップです。吐いて、ふう、ラスト1回です。吸って持ち上げて、吐いて、ふう。じゃあ1回右の足をもう1回後ろの方向に伸ばしていき、吐きながらゆっくりと膝を下ろしたら、一度チャイルドポーズに入りましょう。足の甲を寝かせて、かかとの上にお尻を乗せてチャイルドポーズです。で、右の鼠径部、左の鼠径部のちょっと観察、あとはご自身の呼吸、体の観察を行います。関節周り動かすだけでも血液の流れも良くなっていきますし、代謝も上がりやすくなっていきます。熱い。では今度反対側やっていきますので、また手を顔の近くに置いてオールフォーに入りましょう。足は腰幅程度、肩の下に手首、手は大きく開いていきますね。で、今度は左足を一歩後ろにグッと伸ばして、膝の裏側もしっかりと伸ばしましょう。で、かかとを押し出しながら足を持ち上げて、つま先も後ろの方向です。鼠径部です。足の付け根からぐーっと高く持ち上げていきます。で、吐く息が来たら背中を丸めて、お顔と膝を近づけます。で、また吸って、ご自身のペースで大丈夫です。持ち上げます。吐いて、ふー、呼吸に合わせます。気持ちよくゆっくりと吸っていきます。そしてゆっくりと吐きながら、吐きながらお顔と膝を近づけましょう。繰り返しますね。うん、そうです、ナイスです。皆さん吐いて、吸って、持ち上げます。うん、ラスト吐いていきます。じゃあもう一回左足を持ち上げます。じゃあ膝曲げて、膝を外の方向です。吐く息が来たら腕の方向に引き寄せていきましょう。下通って吸って持ち上げます。吐いて、腕の方向で、ふう、吐き切ります。ご自身の呼吸のペースで繰り返しますね。股関節を動かすだけでも大丈夫です。腕に近づけなくてもいいので、ちょっと大きく回すようにしてあげてみてください。うん、じゃあラスト1回行います。吐いて、ふう。終わった方は一度左足を後ろの方向に伸ばしましょう。で、吐く息が来たら膝を下ろしていき、もう一回チャイルドポーズでお休みします。手楽な場所に置いてくださいね。今日はご覧になっていただきありがとうございます。ノアチャンネルの登録ぜひよろしくお願いします。